海南丸山と雪原日本南極探検隊隊長の白瀬信日本の南極観測は1910年に行われた南極体験隊による調査を端緒とし1956年に南極地域観測隊が結成されて以降継続的に行われている1910年12月日本の陸軍軍人で南極体験家の白瀬信は海南丸で 東京から出港し1911年2月26日に、氷海へと到達、ロス海へ船を進める。しかしすでに南極では、夏が終わろうとしていたためコールマン島から引き返し、越冬のためオーストラリアのシドニーへ寄港する。11月16日にシドニーを出港し、2度目の試みでエドワード7世半島を経由して、南極到達に成功する。海岸丸は、 クジラ湾のロスタナ氷で、ロアールアムン線ンを中心とする南極体験隊の南極点到達からの帰還を待つ、フラム号と遭遇する。海南丸から7名からなる突進隊がタナ氷へと上陸し、南位80度5分、整形165度37分まで探検した後、一帯をマト雪原と命名して帰国の途に着く。突進隊期間までの間、 海南丸はエドワード7世半島付近を探索、オークマーンや海南湾を命名する。アレクサンドラ王妃山脈付近を探索した後、海南丸は日本へ向けて出航、1912年6月20日に芝浦に帰還した。第二次世界大戦後の1956年、第一次南極地域観測隊が南極観測船の宗谷で南極へ向かい、 昭和基地を解説する。以降、水穂基地、アスカ基地、ドーム、富士基地などの南極観測基地を設立して、気象観測や、電離層観測、海底地形調査、海洋物理、化学観測、即地観測などの研究観測を行っている。ありがとうございます。